ポルシェ、ジャガー、ランドローバ ー、それからレクサス、やってんだ、マクラーレンとかやってます。マクラーレン東京やってます。会社入りたくなっちゃうね。車が好きな子と、車が好きな子が欲しい会社を、ちょっともう同じ場所で、で企業説明会もやりさせるってことね。そうです。この筑波サーキットでですね、番組でもおなじみの久保凛太郎さん、久保凛ですね、はい、凛太郎くんが参加するイベント、ラン&リクルート壮行会が行われているんですよね。どんなイベントなのかご本人に聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。凛太郎さん、よろしくお願いします。参加してんの？今日は無事に63台の、大学生、学生が集まりました。これどういう、まずどういうイベントですか？はい、僕自身今あのスバルディーラーとかトヨタディーラーとか、あとは国内でポルシェディーラーを展開する会社さんと一緒にレースをさせていただいてるんですけど、やっぱり新入社員リクルートってところにすごい皆さん苦労されてて、で新入社員入ってきてもなかなかこう車が好きじゃなかったりとかっていうところでこう早めに辞めちゃったりっていうこともあったので、じゃあもう車が好きな子と車が好きな子が欲しい会社をちょっともう同じ場所で、で企業説明会もやりながら、お見合いさせるってことね。そうです。なかなかすごい、いやでもこういうチャンスってさ、なかなかないからね。そうですね。今回こっち側にはあのパーツとか、はい、あのそれじゃサプライヤーさんがまずここにブースを出していただいて、いいですね、朝からご苦労様です。あとはまだロッソモデロさんですね、はい、食器屋さんみたいなマフラーのテールを作ったり、ちょっとこれ見てくださいよ。わ、それ綺麗、これかっこいいな。完売しましたか？販売しちゃいました。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これはかっこいいわ。これ。え、これとこれ一緒じゃないの？違います。違うんですよ。これかっこいい。これいくらだったの？これが1万3000円です。これ。ね、くれなんて言わないでしょ。確かに、確かに軽いの。軽い、すごい軽い。すごい軽いですよ。これツイッターでこの前、プレゼントしますっていうのを応募したんですよ。で、何人応募あったんですか？1万6000人です。の応募があって5人とかだったんですよ。これはオンザロックとかいいよね。そうですね、これはいいね。これはいいわ。これ素敵素敵。電気釜でこれベースになるんですけど、これを4日間焼く と、結晶になるんですよね。だこれ見ちゃうとこっち側のが良くなるんですね。これはそうだよ、1万5000円、1万3000円。あ、以上。じゃ今こう手に入んないでしょ。今今日の分売れちゃってるんで、うん、どうしたやつは買いたい人は、買いたい人は今まだ生産が追いつかないんで、イベント限定になるんですけれども、イベントこういうイベントの時に数量限定で、あ、いいじゃん。ネットで買えるわけじゃないんだ。そうですね、まだ週5個とか限界なんで。じゃあ今日これ買って4日間焼いといてってのはダメなんですか？予約制ね。これはちょっと、ま、待っていただければすごく時間かかる。これはかっこいい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バリノタイヤさんです。おバリノタイヤさん、こんにちは。ご苦労様です。から元々 D1 とかドリフトから来たんですけど、最近はグリップもやってるので、まあ、学生とかにも人気ですし、やっぱステップアップする中で、まあ、1回タイヤこういうのでちょっとハイグリップをお手頃に楽しんでっていうところですね。いいですね、はい、合ってますか？合ってます。合ってますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて SPK さんですね。アルパインスターとか、あとシートベルトとかを扱っていただいてます。シートベルトやってるんだ。はい、ハーネスからアパレルまでご用意してます。かっこいいね、T シャツもね、はい、ウェアもたくさんあるんで。アルパインスターバイクのつなぎでもありますし、四輪でも今すごい人気です。アルパインスターって業界トップですよ、まあ、GT とかすごいですよね、みんなアルパインスターなんて。ほとんどアルパインスター。あとこのね、T シャツの素材がいい、生地、でいいね。ありがとうございます。そうなんです、ね、すごいね、これ。はい、であとデザインももちろんこだわってるので、普段でもおしゃれに、いい生地だよね。なんかこういうのとか、ちょっと変わってて、いい。それいいね。かわいいじゃん。かわいいな。かわいいかわいい。それ欲しい。だってこれでいくらですか？こちらはもうちょっと特価でご用意してまして、ちょっとお値段内緒に。なるほど、今日今は言えないってこと、はい、今日お安いです。あ、今日安いんだ、はい、学生さん向けに今日は。なるほど、これかわいいね。はい、ね、はい、ありがとうございます。凛太郎選手もよく来てくださっているので、はい、そうなんですね。なるほど、ね、プロミュー、これはね、うちの GT で使ってます。うちはもう GT500ARTA はプロミューです。プロミューです。おー、いいですね、これも優勝パッドですね、じゃあ。そう、優勝パッド。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらは、ここはアペックスさんです。アペックスさん、はい、僕が今は 86BRZ カップっていうレースで、アペックスさんの足とマフラーで、一緒に戦ってて、で去年はこのマフラーと足を装着した井口拓人選手が去年のチャンピオンなんで、日本一のダッパーを取る。すごいじゃん。あ、そう。
これどの車にも合うんですか？86GR86B、 あと GR ヤリスとか、設定はいろいろあるので。僕の一人は無理ですよね。オーダーオーダーしてみてください。オーダーするとワンオフで作ってお願いしますけど、なんだよ、ちょっと向こうのブースまで移動しますので、うん、もしよければ今日は。何？改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。乗せてくれるの？ゲームだ、ゲーム。国際空港、あ、ゲームだよ。国際交通です。国際交通。頭お気をつけてください。ゲーム。お乗りいただきまして。うん、何ですかこれ？向こうまでお連れいたします。おお。あらら。じゃあちょっと乗っちゃう？いいですか？乗っちゃう？乗っちゃう？はい。うん、それでは担当します久保です。よろしくお願いします。あら、よろしくお願いします。今日はさっきのはサプライヤーさんのパーツの紹介だったんですけど、今度はその企業説明会を行っていただいている企業さんのブースに。例はあれですね。リクルートですね。そうです。で、このタクシーも実はその企業説明会に参加していただいている国際グループさんのタクシーをお借りしてて。ということは国際グループさんも。あれですか、あの運転手さんを募集してるってことですか？運転手さんもそうでした。あとはポルシェとか、うん、といろんなディーラーもやられてるので。そうかそうか、そうです、車のディーラーやってるんです。ゲームなんてめっちゃ一流企業だよ、はい、まずは千葉スバルさんです。こんにちは。これ実は僕の車なんですよ。え、じゃあ何、これあのドライバー募集してるの？違います、これはドライバー募集してない。ここはガイド募集してる。ここはあのメカニックとか営業マンとか基本的に人材を募集してます。皆さんスバルのお店で働くってことですか？そうです、千葉スバルさんのディーラーで働けます。意味が分かりました、はい、あとは東京スバルさんも一緒にここでスバルディーラーとして一緒にあのブースを出していただいてます。だってなんかスバルのディーラーに働くってすごくかっこいいじゃないですか。そうですね、あのやっぱりスバルファンって数多くいますけど、はい、スバルファンの憧れはやっぱスバルで働くことなので。そうだよね、そこですよ、さっきのタクシーの国際グループさん。ああ、国際グループ今山野直也さんが社長、山野哲也さんの弟さんで。テレビ見てる方はね、はい、国際グループさんとポルシェとは結びつかないんですけど、はい、何の関係がある？僕らは国際グループと言ってるんですけれども、あのまあ創業ビジネスはタクシー事業から始めて、都内で350台ぐらい、ね、世の中でみんなそう思ってますよね、はい、ゲームとかでやってるんですけど、まあ、それ以外にあの輸入車ビジネスですね、ポルシェ、ジャガー、ランドローバ ー、それからレクサスやってんだ、マクラーレンとかやってます。マクラーレン東京やってます。それってことは、はい、販売店があるってことですか？はい、あの販売ディーラーがあります。マクラーレンは2店舗、まあ、ポルシェは7店舗、すごいね。ジャガーランドローバーは3店舗、はい、都内を中心に、ね、ポルシェセンター高輪から始まりね。そうですよね、あの青山とあの外苑西通り沿いの、あそこにあるやつ、あれ家でございます。あ、そうなんだ、マジか。よろしくお願いします。知らなかった。今度安くしてください。もちろんです、もちろんです、はい、そうなんだ。そうです、今日は体感とあとはタクシーを持ってきていただいて、ああ、人材募集もそうですし、道場走行とかをしていただいて。いやー、なんか俺キュリアル会社入りたくなっちゃう。ソーラシーバラキさんになります。はい、僕があの GR ガレージ水戸インターっていうところでずっとスーパー耐久のレースを一緒に一からチーム立ち上げてて、応援してくれてるんですね。はい、そうです、水戸を中心にあの店舗をもう一度開拓。はい、今回は、実際にこの右側の2人が社員ドライバーで、うん、実際に社員ではあるんですけど 86BRZ レースのクラブマンクラスで実際に戦ってて、右の彼は4年前の、シリーズチャンピオン、社員ドライバーで。素晴らしい、はい、でこういうのをね、そうです、今日はデモカーも持ってきていただいているので、あの参加者が企業説明を受けると道場走行したりとか、ね、実際に運転したりとか、実際にあのこちらに入ると、ミスさんに入るとどういう仕事になるんですか？メカニックやっていただいたり、車売りの方をやっていただいたり、ね、はい、こっちは続いて極東グループさんって言って、はい、日本でオイルなどを扱ってて、ガルフオイルとか、うん、ニューテック、あとエルフってオイル類を、うん、取り扱ってる会社さんになります。うちはの極東グループはですね、まあ、車のメンテナンス用品ですね、これは何なんですか？添加剤？添加剤ですね、はい、開発の製造と販売をさせていただいております、はい、今回あの参加者の方にはモバイルバッテリーとガソリン の、ね、あのエンジンの添加剤をプレゼントしていただいてて、そうです、帰る頃には参加者みんなが元気になって帰ってくるんですね、車が今元気になってくる。ここへ入ると、この会社に入るとどういう、例えば学生さんはどういうお仕事するんですか？まあ、各ディーラーさんですね、回っていただいたりとか、まあ、あのメンテナンス用品をあの販売して
教育上でですね、営業活動をさせていただいております。僕はずっとここの皆さんにニューテックっていうオイルでずっとお世話になってて、ワンメイクレーサーも全部ニューテックでやらせていただいて、有名ですよね。こちら株式会社ゲインさんといって、はい、IT 関連の企業さんになります。こんにちは。こちらはどういう会社なんでしょうか。こちら、まあ、IT ですね、はい、システム作ったりとかする、はい、会社です、はいはい。で、例えば学生さんがこちらの会社に入るとどういう仕事内容になるでしょうか。仕事はシステムを作る上でのサーバーだとかネットワークっていう部分を作るのが、まあ、仕事になるんですね、うん。でただうちの会社は社内イベントとしてこういうフォーミュラカーを走らせたりですとか、コンサル仕事をやってるんですね。フォーミュやったりとか、あとレーシングカートやったりですとか。なるほど。なんで結構そういうこういうモータースポーツ系を社内イベントとしていろいろやってます。焚き火もやってますね。焚き火もやってます。大事ですねこれ。最後はこちらになります。ほう、こんにちは。あれ、あら、なに、なにこれ。やっぱこうこれ迎えで、やっぱこうってない。ここはすいません、改めて、はい、どういう会社なんですか。ヘッドモーターサービスといいまして、はい、まあ、チューニングはじめ、まあ、車を売ったりとかしてお客様にアフターサービスも提供しているような。で、あと実際僕が今戦っているアヘッドジャパンレーシングチームのラリーチームの本拠地でもあって、うん、まあ、ラリー車も同時にそこでメンテナンスしているという会社になります。今何人いるんですか。今何人いるんですか。今はもうメカニックが4人と、うん、まあ、あとはフロントで2人っていう体制でお店は運営させていただいておりまして、まあ、今ありがたいことに好調なので新しい仲間も、なるほど、募集してるので今チャンスだね。チャンスです。今まだまだね、そんなね、発展途上だから今入ると5年後社長になる可能性もあるよね。2人を追い抜いて、かもしれない、かもしれない、かもしれない。1年くらいで追い抜かれるんですよ。そうだよね、はい、ぜひ皆さんね、お願いしますよ。はい、はい、学生さんなんですか。そうです。どちらの学校ですか。法政です。法政です。法政です。あ、それとも法政、はい。今これは回ってみてどうでした。なんか魅力的な、なんか企業ありましたか。やっぱどの企業も自動車に関わる企業で、自動車好きにはたまんないですよね。そうですよね、はい。卒業したら自動車関係に。そうですね、うん、はい、志望です。希望的にはどんな、どういうところをやりたいんですか。そうですね、やっぱりディーラーとかは気になるなと思います、うん、はい。研究開発職がやりたくて、うん、やっぱ自動車を作ってこれからの未来に自動車をつなげていきたいっていう気持ちがもう強いので。今大体何年生ですか、はい、今自分は4年生です。あ、もう決まったんですか、就職。そうですね、まだ継続中です。自分は修士1年なので、うん、来年が本番になります。じゃあ大学院まで行ってるんだ、はい。こういう機会で学生の皆さんに実際になかなかその企業が何やってるかって、うん、その一辺倒なその説明だけじゃなくて実際に走った上で話していることで熱量もさらに高く話ができると思うので、より深くより自分の、まあ、未来のビジョンを、いろいろ描いていただけたらいいなと。そうですね、学生の立場としてはどうですか、こういうイベントは。やっぱり距離が近いっていうのがすごい魅力的だなと思ってて、こう走っているところでこの走った後にこういう感じで今走ってきてすごい楽しかったですっていうテンションのまま、こう結構なんでしょう、こう盛り上がっているような状態でフランクにその会社の方とお話しできる機会って就活イベントではちょっと少ないと思うので、すごいそういうところは魅力的だなと思います。こういう時期だったね。狙い通りじゃん。感覚にしてよかった。まあでもたくさんの方に支えていただいてこういうイベントができたので、いいですよね、はい、また2回目3回目ってつなげられると思います。これね、行きたいですけど、はい、ほら今テレビ見てる方も当然いるわけですよ、はい、学生さん でそういう人たちはどうしたらいいの。シンプルに僕の SNS フォローしていただいたら、うん、随時発信をしていきたいと思います。あ、なるほど、そうだよね、だから見てさ、はい、分からないもんね、なんか、うん、この現場にも来れない。そうですね、確かに、うん、凛太郎くんのインスタで確かに流れてきました、はい、しかも今回広告まで初めて打ったので、はい、意外と広まってくれたら嬉しいなと思います。と、はい、いうことらしいんでね、はい、皆さん凛太郎さんのですね SNS、はい、ぜひフォローしていただいて、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、はい、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、ふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。